リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はこちら、ルーセット王国ぶりのマナちゃんの抱っこのお話でございます。やっとね、なんとなく抱っこの方向性というか、やり方というか、が少しずつ理解できてきまして、まあ、抱っこをする理由は特にないっちゃないのかもしれないんですけども、まあ、こういうふうにコミュニケーションを取ることによって、触られることに慣れてもらおうかなと。まあ、万が一ね、動物のね、病院連れて行くっていう時にも、役に立ってくるかなっていうところでね、ちょっとずつこう、コミュニケーションを取るようにしてるんですけれども、ようやく、抱っこの方向性が見えてきました。どうしても逆さまになりたいらしくてですね、今、親指と人差し指でこんな感じでね、こんな感じでね、抱っこしております。でね、今はね、おとなしくしてくれておりますけれども、まあ、たまに暴れるときは暴れます。はい、警戒心が強めではあるので、このコウモリちゃんに関しては、まあ、マナちゃんがなのかもしれないんですけれども、警戒心が強めなので、こう私が喋っててもね、こう耳をピクピクしながら声を聞いたりだとか、ちょっと周りをね、こうキョロキョロするっていうのが多いので、まあ、なんともそういうところね、大きいというか多いんですけれども、やっとね、こうやってちょっとおとなしく手の上でいてくれるようになりました。で、今はね、革手袋つけてるんですけど、ゆくゆくは革手袋なしでできたらいいなとは思うんですが、革手袋つけてる理由としては、まあ、抱っこのね、なんか抱き方、抱っこの仕方が下手だと、まあ、指を噛むんですよね。小指とかをね、噛むんですよ、この辺を噛んじゃうので、まあ、すごい血が出るほど噛まれたりはしないんですけど、それでも痛いは痛いんですよね。結構ガブってくるので、で、怪我するほどではないにしても痛いので、嫌だなと思って、はい、革手袋と、あと爪がね、やっぱり鋭利なんですよ。わかるかな、爪こんな感じ、爪がですね、結構鋭利でね、痛いんですよ、こんな感じで。で、まあ、爪切っちゃうとなかなかぶら下がれるところが少なくなってしまって、すると、そのぶら下がれないことによって、落ちちゃう可能性もあるんですよね。で、寝てる時にですね、何回か下の地面に落ちてしまってるのを見たことがあって、結構、片足で寝ちゃったりするんですよね、不安定なまま。で、そのまんま、なんか、ふらふらして、ポトンと落ちちゃったりとかするので、もうちょっとなんかこう、なんだろう、掴みやすいところをね、今、ケージは作ってあげて、掴みやすいようにはしてあげてるんですけれども、なんていうのかな。もしそれで詰め切っちゃうと、より一層、掴む場所とか掴めなくなっちゃって、爪が引っかからなくて落ちちゃう可能性が出てきそうだなと思ったので、基本的には爪切りはしてないんですよね、この子に関しては。で、一応爪としては、ここに、足に、まあ、5本、指があるのと、あと、翼にですね、一応、お手手なんですけど、翼って一応、人間でいうところの。お手手なんですけど、こっちにもね、捕まる爪があって、まあ、4本でね、こう、自立したりっていう感じの、にすることもありますね。ご飯食べるときは、右足かな、この子の場合は、違う、左足か。左足違う、右足か。こっちの右足で捕まって、左足でご飯を、パコって、こう、掴むようにして、で、前の翼2本の爪を引っ掛けて、3足、足1個、ご飯を押さえて、みたいな感じでね、食べてることとかもあって。なので、一応前にもね、爪はついてるんですけども、まあ、その爪もね、切っちゃうと、あれかなと思って、切ってはおりません。あまりにも伸びてきて、ね、例えば爪がね、伸びすぎちゃってるって言うんだったら、もしかしたら切った方がいいのかなとは思いますけども、今のところは切る予定はなさそうです。はい。で、ゆくゆくはね、こういう風に触れ合って、この子がね、おとなしく触らせてくれるようになってくれたらいいなとは思っております。まあ、結構触らせてはくれませんから、まあ、それでもね、ちょっと嫌がったりはします。警戒心もあるのでね。はい、というところでございます。で、ケージもね、少しだけ改造しまして、ちょっとケージに戻してあげましょうか。ケージもですね、捕まるところが、まあ、鳥籠なので、こうですね、これって目が荒いって言ったらあれですけれども、ここの横にはないじゃないですか、1列分が。わかります？言いたいことというか、ちょっと言ってること分かります？でも片手でやってるからあれなんですけれども、
これほら縦だけなんですよ、この。で横の格子がないので、するとちょっと安定性が悪いので、ちょっと新たにここに網を追加しました。ちょっと後ろにもね、ケージがあるのにこの状態だと見にくいか、ちょっとこれをよく振って、これをよく振って、こうすると分かりやすいか。はい。ここがね、こう縦に、縦にっていうか、まあこう置くから横になんだけど、こう、なんていうのかな、格子になってないんですよね。で、安定性が少し悪くて、まあ、爪引っ掛けても、スルーって、こう、ずれちゃうんですよね。なので、ここに、新しく網をね、つけました。で、プラス、このケージの中もなんですけど、まあ、上外してるからあれなんで、ここにね、網追加したり、横にも、よく捕まるところには、ちょっと、網面がね、大きいものをちょっと追加したりっていう感じにしております。すると、まあ、この時よりはね、掴みやすくなるかなっていうところでやっております。じゃ早速ね、こっちに戻ってもらって、中に戻しましょうか。これ、こっち捕まんな。捕まんな。よし。中入れるよ。あそこだと、あなたあれ。こっちに捕まって、あ、そう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 そこそこ、はい、ご苦労。まあ、こんな感じで、ね、捕まる箇所をちょっと増やしてあげました。で、するとまあこんな感じでね、4足で捕まることが多いんですよね。網もこうやって大きいので捕まりやすい、網目も細かいのでね、捕まりやすくなってるんじゃないかなと思います。で、ご飯のところにはね、こうちょっと斜めに1本入れてあげて、ちょっとこうご飯食べやすいようにしてあげております。今ご飯は、バナナに、モモンガフードをまぶして、動物性のね、タンパク質を取れるように、果物だけではなくって感じですね。あとはここにお水、水入れ入れてって感じですね。はい。で、運動はね、押し入れで散歩させてあげております。で、押し入れにもね、今、あそこに網がね、1枚増えて、上にも網があるので、あそこにぶら下がりながら、なんか、遊んでおりますね。で、ケージ内も、こうやって、ぶら下がれる箇所を増やしたので、結構ね、その、ぶら下がって、くれておりますね。さあ、食べるかな？はい、どうぞ。食べない？ちぎってやるといいかな。はい、どうぞ。いらない？ペロペロはするけど。いらない？今欲しい感じじゃなさそう。食べるときはもうこうやったら食べてくれるんで。でも今は欲しい感じじゃなさそうですね。はい、どう？ここに置いてあげると食べたりしますね。食べるかな、わかんないけど、置いてあげたけど食べない、食べないときは多分落とします、ポロって。あ、捨てたいらないときはああやってね、捨てます。欲しいときはここに置いとくと食べてくれます。捨てた。まあ、ある意味分かりやすくていいんですけどね。はい、こんな感じでございます。で、ケージ自体もね、まあ、ぶら下がれる箇所をね、いろいろ増やしてあげてっていう感じでございます。まあ、こういう風にね、少しずつケージを改造していきながら試行錯誤をして、この子の過ごしやすいところをね、作っていく感じでございます。やっとね、ここまで、ケージもね、改造がいい感じに来て、もう今は掃除とかも楽ですね。プラケースとかプラ板を貼ったおかげでね、いろいろ掃除もやりやすくなって、
ほんと丸洗いできるっていう感じになってきて、であとはもう運動はね押し入れでできるので、まあ、そんな感じでやっております。あとは、まあ、抱っこに関してはどうしても、うん、というふうにね、あの片方は革手袋で痛くない状態でやってあげるのがいいかなと思います。で、ね、革手袋ある方が安心してこうクッてこっちは触って、あとはこっちでね、こっちはもう革手袋履かずにこうやって撫でられるので、まあ掴んでもらうところは革手袋ついててもいいかなという感じです。なんかあれですね、タカとかトンビとかそういうね、和紙系のね、子たちと関わるような雰囲気と似ておりますが、まあ、そんな感じで触ってあげてね、ちょっとずつコミュニケーション取れたらいいなと思います。どうしたの、疲れて眠たくなっちゃったの。こうやってね触ることは全然できるので、でコミュニケーションを取って、ね、ちょっと嫌がりますけど、こうやって嫌だから避けていくんですけど、こうやってフフフ。いやでもね、ちゃんと捕まる箇所をいっぱい作ってあげて、こうやって捕まってね移動してくれるようになったので、私としては嬉しい限りです。ちょっとこの調子でまあ慣れて一緒にね過ごしていけたらななんて思っております。はい、ということでね、今日はまなちゃんの抱っこについてのお話と、ケージがね少し改造されましたよっていうお話させていただきました。この調子でね、いろいろ抱っこできるようになるとより一層いいなと思っております。はい、本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方もフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントウでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。